ここでもう勝負始まる。そうだね、はい、そうなんだ、楽しいっすね。生まれて初めてだ俺これやる、人生初抽選、はい、いいですね。一番でもバチアに並んでるやつの格好してるけどね本当に白地味あの、うん、俺のイメージでキュイン鳴らす人って、うん、ちょっとあんま雰囲気良くないおじちゃんが鳴らすんですよだそれに慣れきるんですよ。わーあーイライラ鳴らへんのかい、ほんで悪いな何番20番20番全員良くないな、良くないっすね。授業さんが一番そうだよ13で一番いい13、14、20、22。見取り図の2分1特別編、見取り図 VS イチロー&ジャンボスペシャルタッグマッチ、よっしゃー、よーあらすー。さあということでね、サムネイルの時点でもうご覧の方は分かると思うんですが、うん、今回ホスト MC の我々見取り図が、はい、とうとう現場にやってきました、うん、そして対戦相手はいつも出ていただいてるこちらのお二人あですということなんですけど、リリーさん見せてやりますか、うん、そうやね、いやいつもなんか V で見るんですけどやっぱ情けないなと思ってたんですよちょっと待ってくださいよ、 なんで出さんのやろってこいつは本当に出すだけなのになんで出さんのやろって思ったあなたたち出すだけはすればいい、出すだけなのに。お前パチンコしないんだろ普段、はい、簡単に出せると思うなよそうなんすか、何のために僕らが偉そうに VTR 見てるか、ちょっとその力をお見せしたいなと思って、すごいんだから僕らの人生は本当に、ね、はい、まあ、一応ルールの方を説明させていただきます。パチンコでもスロットでも何打っても構いません、はい、どんな打ち方しても構いません。勝ったチームはそのただの勝ちじゃなく、そこからさらに2V1 チャレンジが発生します、はいはい、それを突破できたらガチで欲しい商品をいただけると、マジっすか、はい、ちょっと頑張りがいい、それはすごいね。まずここの対決勝ってさらに 2V1 チャレンジ、なるほど、我々ね2分の1が大好きなんですよパチラーってだから今もワクワクしちゃいましたね。毎月の給料も 2V1 でいいよ、もう本当にもらえるかもらえないかちょっとじゃあ勝負だ、それ損しかないやんもらえるかもらえないか絶対やる倍でしょそう倍か半額かなんで、ちなみに僕たち欲しいものは、はい、あの見取り図ハウスというものを借りまして、はい、なので、家電だいろいろ、ね、テーブルだ、まあ、いろいろ本当最初のセットが欲しいなという、うんうん、はい、ですがジャンボは、はい、あの嘘みたいに高い扇風機が欲しいんですよ。何それ、なんかあるじゃないですか、あの本当扇風機でこの値段みたいな跳ねないやつみたいな、跳ねないやつみたいな、でそれでいながら跳ねないのに周りからなんか蒸気水蒸気だけ出るみたいな、 あるな、あのいい扇風機が欲しくて、 あれいるか家で、ね、欲しいですマジでで次郎さんは、僕はバイクのヘルメットいやいや好きですね、勝ったらいいっすよ、勝手にオートバックスいって買ってくださいいや欲しいのフルフェイスのこうジャギモデルみたいなやつそれでバイク乗りたいの、ジャギみたいなやつだ、皆さん時間もございませんので、はい、行きましょう、はい、よいしょ。スマスロ北斗の拳、見てこれ何年ぶり、朝一の北斗カチカチ君持って実戦ですよ。カチカチ君いるかわからないですけど一応やっときます。学校あるのか、ジャギステージ、これは関係ない今日ね、学校せず、そもそも学校あるかわからないけどね。さあ出すよ出すよ、うわ懐かしい懐かしい、本当にね、あのジャギステージの青がこの世で一番綺麗な青、天国にいる示唆出てほしいな、設定6やったら、昔やったら半分は天国にいたんでね、朝一の、ちょっと演出が弱いですね。で僕はやっぱり昔の思い出に浸りたいので初代モードでやっております。懐かしいねこれも、はい、リプレイ、リプレイで発展したら確定でした昔はね、43ゲームまだ特殊役引けてません、子役引けてないよ、スイカもチェリーもチャンスメモ、ベーベン、はい、最初のチェリーチャンスね、はい、カドチェね、ファースト特殊役はカドチェでした、あそこで2チェでワクワクしたかったな、これ天国にはいないな、通常か地獄か、まあスイカとかで上げていきたいですよね、わあ楽しみだな、あえてノーカスタムで、はい、素晴らしい、記念すべきこの台の、お、一発目で、一発目でもう球入ったよ、いいですね演技が、いいよ、嬉しいな、パチンコの信頼初日に、本当です ね
俺あの二郎さんがなんかのパチンコ番組出てらっしゃって言ってた、僕はねあの何にも知らない台をここの小冊子見ながら打つのが好きでねって言ってるの見て、俺当時まだ芸人じゃなかったぐらいですかね、めっちゃ共感しましたよ。あれ幸せだよな、あれが一番幸せ。もうすいません、もうすぐ打っちゃいました、もう我慢できずやります。よいしょ、おびっくりした、当たったよジャンボ、ティアバイブしたよ、嘘、びっくりしたよ僕、なんでくそ、何回、2回転、2回転ね、え、なんで、あ、熱かったっすか、いきなり動いたから、はい、なんかデモでさ動いてんのかと思ったら、取っちゃえ取っちゃえ、60パー取っちゃえ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 、あ、まあまあいいよ、まあ、ある、はい、ここからもあるから、まだありますよね、びっくりした、何が今あの小冊子どこですかって本当ちょうど言いに行ってたんですよ店員さんにいきなり動いたからさ、はい、びっくりした、なんかジャンボ当たってそうやな、え、で当たった、え、ジャンボ当たったらしい、うぃ、ジャンボいきなり、ちょっとリリーさんすぐすごすぎるよ、2回転、え、2回転、2回転で当てて、しかもあの店員さんとこ行って俺見てないかったんです当たり、これはすぐでしたよ、すごいな、最高のスタートだよ、いやスタート2回転なんて、いや嬉しい、やばいなこれは、楽しいっすよこれ、これやばいっすね、かまされた、幸せだ本当に幸せここ3000入れようよ、最後まだ絶対チャンスくれますよね、あるある、絶対あると思うよ、昇格のチャンスはあるはず、ジャンボいいな、まあ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 、ずっと険しい顔でね歩いてるんでね、辛い人生やろなこれ、いやー北斗といえばこの通常時の暇さ、この暇さがいかにも北斗って感じやね、ちょっと第2、あ、こいつ余裕あるからハマらせてもしゃあないなと思わせます、岡野もやってた作戦、残り5000円だったんですけど、はい全部入れました、見て、もう台は、あ、こいつ余裕あるなって思ってるんで、余裕あるんやったらハマらせてもイライラさせてもしゃあないなと、でも昔から北斗の北斗打ちってこれやってたんで、長期戦全然予想してるんで、こっちとしてもね、これやったら2ゲーム目に平行が弱だから、まあこれ弱水か、4号機の時は自分で32を頭の中でカウントするんですけど、やっぱ今の台親切、これ表示があるんでね、もう一度地獄に突き、ここではきっと当たらない、新2回攻撃、これ3回剣士郎とかやったらまあほぼほぼ濃厚なんですけど、ジャギ、はい余裕あるよ、バンバンスイカ落ちちゃって、上げて上げて上げて2チェットーン、これが北斗の基本、皆さん覚えておいて、北斗はスイカで上げて上げて上げて2チェットーンやから、さあ頼むよ、剣王ラッシュチャレンジ頼む、これは絶対に入れたい、剣王様 OK 来ました、よっしゃ素晴らしい、よっしゃ10回転、さあ10分の1を14回転させてもらえるらしい、あれあれ、これ金色と捉えていいんじゃないですか、3だよ、3来い、押せ、うえ、楽しいっすね、3000発じゃん、3000発だ、うぃくーやっぱ2分の1で3000発いかついっすね、いかつい、ありがとう、いいですね、さあ剣王様お願いします、さあ14回転あれば当たるよ、保留変わろう、保留、さあ大丈夫大丈夫大丈夫、
けるいける頼む神様神様ファイナルよしファイナルバトル4回転4回転あるチャージよしファイナルバトル赤赤、はい、なんかありそうなんかありそうっすよ頼むお願いよあの4発が10分の1、4回転全然ありますあ強そう龍拳さあ龍拳には泣かされてきたけどやるときはやる剣王様さあ激押しとかないかノーマルおおありがとうございます4回転よっしゃこれでかいねこれが大事よ今のでかいっすねお見事ありがとうございますいいよ戦後でいいとりあえず戦後で十分しないでいいありがとうございますどうしようかなでもなんかもったいないなここまで頑張ってちょっとまだこっちでいきますわ誰やったかな多分梅沢ちゃんこの前梅沢ちゃんにした瞬間梅沢ちゃん頼むおお来た来た来たここで当ててくれんとここでこ頼むよヨダちゃんあ新内さん前あったよ俺は秋元ちゃんちっちゃい ちっちゃい子好きよえ終わりえ終わりっすか早っもうちょっとなんか見せてよやっぱ宝箱光ったでもワクワクするなそうですよねこれチームで勝ったら我々あの2分1チャンスがあるんですもんね2分1チャレンジあるからこのスピードがやっぱスロットじゃ出ないからね出ないっすね本当にこの初当たりが早いのは本当に大事、うん、ちょっといい音するやつやってみようかな左打ち多分このガツッとしたやつ先読み大チャンスってやつ多分おっと君フラッシュ霧フラッシュ気持ちいいっすこれは3000いくありますよいいですよあ一発あーはっはっはあ扁桃腺いいねこれでもう9000発早っ早いですよあーっあはいまたまた3000やばいやこれはすごい速さだよあよかった本当に俺このエイリアンなんかに似てると思ってたんですよずっとずっとはい扁桃腺でしたハハ先読みでえ、先読み入れてるんですか先読み入れたやばいやばいやばいこれはこれ次郎さん熱いよ大チャンスですよ動いたもん扁桃腺動いたもん、はい、扁桃腺が俺の扁桃腺が動いてたもらったばっかりのはい早いあああああああ次郎さん頼むうわジャギー 2V1 チャレンジでお前のヘルメットを買いたいんだ僕はそうだジャギーさあ3点来い3点だ3点はもう3000当たったら格変ですね大チャンス
ちょっと次郎さん、これはマジで大チャンス。保留、赤まで行って飛行ダッシュ、飛行ダッシュおもろそう、飛行ダッシュおもろそうっすよ。連打系じゃない。うわ5射制リーチ剣王だ。奥義だ。あ、激推しだ。熱いですね。何当たりそう、すごい。当たりそうすぎる。これはもう間違いないよ。3点だもん。だって3点してるもん。先読み入れて動いて赤キリン、キリンだ。これ全部出しちゃった。これはもう大丈夫でしょう。もう全部の演出出てる。全部の演出が出てる。かつて兄って呼んだことで相手ジャギもう絶対ちょっと熱々熱ですよ。熱々熱。まだ お前油断すんな。お前やっぱ俺気抜いてた。そうだよお前。次郎さんは絶対当ててくれるから。先を見入れた途端だよ。お、赤文字。あ、かっこいい。剣。さあ次郎さんは当ててくれるでしょう。私は私で集中して。かっこいい。なんか全部出てる感じしますね。緑。トキ。トキです。あれ。バトンタッチで。バトンタッチ。バトンタッチです。ナイス次郎さん。マジこれはす。これは素晴らしい。完全にバトンタッチ。最高のリレーだよこれ。これ、はい、持ち終わって。完璧で格好いいですもん。こうバトンもらった。バトン、はい。返答戦渡しました。ただ次郎さん油断するとすぐ終わるんで気をつけてください。そうなんだよ。油断はしちゃダメですよ。これだよ最初からハイパーでしょ。これはハイパーです。はい、完璧。こんなバトンタッチがありますか。扁桃腺がさあ俺の扁桃腺。おしっこ出ちゃうよ。こんな揺れたらおしっこ出ちゃうよ。ああ最高。ちょっと森山さんところに一回ちょっとかまし入れてきますね。ああ、はい、でででで追加引いてラオウステージ。ここは任せたぞ。まあ、いやこれきっとガセだと思うんですけど、まあ天国とかに、あ、追加やね。こう連続でね、やっぱりこのね、追加とかチェリー引くことが大事。チャンス目。もし天国だったら、もし天国だったら 25% 呼ぶ位置で刺さります。ここでこれ刺さったでしょ。スイカ引いて、スイカ引いて、ニチェ1、2、3。なんやねんお前。ごめんなさいごめんなさい。はい、もう本当に地元のやんちゃなお兄さんなんで。いや俺もうカメラ忘れてるから。俺初めて森山さん体格大きいなと思いました。この今座ってるのを見て。これ来るよ。え、どうなん。1万発出ました。嘘つけよ。朝一2回転だったって1万発。ほんまに。はい、で次郎さんも初当たり引いてます今。え、はい、マジ。見とけよ、これ刺しててもおかしくないねんけどな。たくさん引いてる。ここに来て子役が固まってきた。行きましょう。そろそろ行きたいけどね。ラオラオ、このアーチ、このアーチ行くで。
残り1ゲーム、おし絶対ラオール。あいたか、ああ待っていたぞケンシロウ。あれあいつおらへん。懐かしいね、ご無沙汰。まあそうか。ほんで北斗シリーズはここで継続率決まる。多分スマスロもそう。ここグリ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 、うわーたた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 た、西オーラ。ちなみに僕の地元では青オーラが一番熱いと言われてました。俺の中の俺継続率今 80% 超えです。剣王ラッシュ。これじゃない、まだまだある、頼む。さあ弱いやつ。あー龍拳、あー龍拳、まあまあいいでしょう、うん、星流れたりない、来い来い、まあまあこういうのが、これがまあ普通よ。いやでもよかった、でも幸先は抜群ですから。諸事情により音は小さくしております。音小さくすることによって今スーパー銭湯で売ってる感出てます。これ第三停止で継続か否か決まるんです。ここでね、まあ当時みんなこれやってましたよね。ここで決まります。ふわたーでね、こう隠して打つ人もいれば、ちょっと見ましょうか。ちょっとしたこの間、この間で、あいケンシロウじゃない。ここで北斗七星出たら継続率示唆あったりします。パンチください。ありがとう。俺継続率 80% 超えなんで。はい、避けました。あごめんなさい。とりあえず継続と。いやしかしジャンボと二郎さんもう当ててるってすごいな。最悪や、俺の相棒最悪や。ここで僕ら勝たないとね、偉そうに VTR 見てる意味がないんでね。はい、ジャックここね、おーわたた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 た、ここの間が一番しびれる。体感20分ぐらいあるからね。あっしゃーね、 0. 何コンまで分かるんですよ。はい、継続。継続率高い方がヒット率高かったりね。ズガーン、はい継続、どんどん行こう。しかし音聞けないってのは悲しいね。どのロックの曲よりもこのエレキギターが一番好き。ベベベベーと、デデ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 、グリ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 とグラ。しゃー、あの間が世界一好きな間。やっぱ漫才と北斗は間が大事、ほんまに。
まあまあまあ片手で受け取るってだいぶ生きってるよな、ラオウ。ほんまは怖いやろ、こうやって受けろよ。何をこうやって受けてんねん。昔から思ってたけどよ。はい、ベーベーベーン継続。ちょっとでも一回当てたことでもうなんか良くないね。他の台の当たりも見わかります、見たくなっちゃうんだよな。わ、はい、かります。ちょっとコードギアスもありです ね。なんか我々で全部の台の当たり見せる、ありですね。コードギアスまだ空いてるかな。確かにまだ空いてそうですもんね。二郎さんとよくプライベート打ち行きますけど、マジ大移動するんで二郎さんって。ああやっぱでも埋まってますね。でもまだちょっと空いてる、まだ4台5台ぐらい空いてる。あマジっすか、うん、ありはありですね。今日はもうあらゆる台の当たり見せちゃいます、はい、もうだ視聴者の方は、うん、ちょっと二郎ジャンボありがとうと、うん、俺いろんな台の当たり見たかったんだよと。え、俺見てないんですけど当たり。え、あとあそうだよお前、あれはお前のせいだよ。そんなことないよ、1万発以上出したのに当たり見てないって。え、なぞなぞですよこれ。何で当たったでしょうどうする、仕置き人も後ろで空いてるし、はい、コードギアスも。俺コードギアス行きたいっす。ちょっとコードギアス行ってみようか、はい、あータバコ吸えたらな。このね、バトルボーナス中のタバコが一番うまいからね。実はこいつめっちゃ男前っていうね。知ってました？グリグリグリ、えいっ、右よ左だ。じゃあ皆さん、まあ楽しみますか、間を楽しみましょう。北斗と漫才は間が大事。まあ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 いいでしょう。パンチで、ああみかんだ、いいでしょう、時が避けてくれるので。漫画見てた時さ、豪昌波ってこんなんやと思わんかったよね。こんなにこんな浴びる技やったんやっていうね。雲は動いてないでしょう。動いてたら、はい、雲は止まってる。昔は血は赤色やったんですけどね、もう黄色とかになってるんですよ。これタッチで設定しさあるんで、音によって使用500枚の658枚。いやー、なんともしょうもない結果でした。なるほど、高継続でつなげていくタイプのやつな。そうですね、楽しそうですね。最近のでもこの傾、この3強の台の傾向からいって、ノーカスタムの方が結構ちょっと、はい、台が反応してくれるんじゃないかっていうね。ノーカスタムにしましょう。わあ楽しい、新台1日で2台打てるなんて贅沢、幸せ。ちなみに昨日あのジューシーハニーの新台も入ってます。おゴブリンスレイヤー新台4台ありますから、全制覇もありえます。ちょっとなんかステチェンがはずだったよ。あらちょっと暑そうじゃない。あるんじゃないですか、ちょっと新台ハンターの我々が。ギジ行け、ギジ行け、テレッテ、あ懐かしいこの音楽。えなかなか面白いね。うん、いいです、ドハちょっと派手めというかね。あの感じで何もうちは煽りますよみたいな、ビビビビってすごいですね、こんなんやってくれとん、こんな大々的にありがたい。森山さん当たったん？当たった1回。マジでどうなん？あの今んとこ1万ぐらい使って宝箱1回しか光ってなくて、それもすぐ外れた。やばや、 どうする？誰かの隣座ったったら。どういうこと？え、ジャンボか二郎さんの。あーもう相手満発出てるから一撃狙うしかない。なるほどね、じゃあちょっとその作戦で行ってみましょうか。今ボロ負けやから二郎さんかジャンボの隣、オッケー、教えてもらいながらがいいんじゃない。じゃあちょっとその当たるなオーラをもらえ。オッケー、
というかうちの相棒が役立たずすぎますわ。やってまた。ジノ。あ。いやー。いやいやいや。これこれここでここでな。あ、リリーがこっち来た。はい、リリーさんこれ、うん、この台、うん、泡吹きそうなほど派手です。あ、マジで。はい。あの今ジローさんと俺も。もう5回ぐらい当たってる気分です。1回ですごい。リリー乃木坂当たった？いや無理でした。当たらない。全然ダメで、はい、全然ダメでした。てかジャンボすごいね。こっちも当たって、さっきの当たったの？いや、当たりそうなほど派手なんですけど一切当たってないです。なるほど、はい、すごい派手さですよね。すごい、マジで最近の台でちょっと珍しい。じゃあこれはもうモードみたいなのあるの？ありますよ。変えた方がいい？どうなので、これで横でこれにするとチャンスモード、うん、あ、じゃあそれそれ、あとこれがあの有名なレバブルっていうのなんですけど、震えるやつ。これはちょっと例えば入れるとですね、うん、このレバーがブーって震えると 90% で当たるんですよ。で今リリーさんもとにかく今レバー震えろと祈っておいてもらうって。分かった。で、この星も多ければ多いほどいいですしみたいな。まあ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 、で、こいこい、パラ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 、こい4見てください。楽しそうに打ってらっしゃるでしょう、ね、え、当たった？全然当たってないんですけど楽しそうです。ネクスト、ネクスト、これがパチンコ好きの最高やな。ネクスト、ネクスト、今僕が演出発展させた。起こさせました。ああ、いけ。くそっていうか、なんでみんなあんな格好なんの？格落ちて世界がめちゃめちゃなったからって、モヒカンにする方が維持費かかるやろ。はい、使用1万円飲まれました。ちょっと作戦会議。さあさあどうしましょう。使用1万円終わりました。今メダル0枚、500枚入れるか。さっき5000円入れてね、すぐ当たったんで、あの丘の打法ね。1枚入れんのはな。あいつにスロット教えんのめんどくさいんでね。ちょっととにかく僕の高速分回しを。ここからほんまモンキーターン、モンキーターンをお見せします。グラフのモンキーターン V 字で。お隣さん全力応援。これは中チェですよね。天井間際に中チェが来ました。まあでも通常以下だったと思います。 25% くぐり抜けましょう。中段チェリーが来ました。な、えらいマイゲーム演出が起きてます。もう一度地獄に突き落としてやる。白ザジーです。白ザジーが現れました。サブザー2000年 XL 数年ホールは大当たりの不動に包まれた。1143ゲーム、大当たりが確定しました。こんなに辛いことありません。あ、1143ゲームボーナスとなると、ここでバーゾロー引きゃいいわけでしょ。はいはい、だ赤虹オーラをお見せすればいいだけでしょ。グリ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 行きます。まあその青オーラ継続率何パー？俺の地元やったら扱ってんけど。ノーマルボタン。あー、ありがとうございます。やるじゃない、さすが。
これをこうしてやおい、あと10で焦点やから。あやちゃん、いつもの押してあげて。 V ストック、あやだ方はやばい。これはとんでもないもん見つけてもうた。